皆さん、こんにちは。かつて宝塚で男役トップスターとして活躍をしていた角花代さん。その後は俳優として活躍をしていた角花代さんですが、年齢を重ねた現在はどのように生活しているのでしょうか。角花代さんは本名を高島節子といい、1932年2月6日生まれ、兵庫県西宮市の出身です。2023年2月17日、高島ファミリーの大邸宅から角花代さんの姿が消えたと週刊誌女性セブンが報じています。同誌によると、昨年あたりに施設に入ったのだといいます。夫であった子高島忠夫さん、高島正弘さん、高島正信さんの2人の息子たちと共に家族で歌番組に出演するなど、芸能一家でお茶の間に親しまれてきた高島ファミリーでした。しかし、いつの間にか息子同士の確執が報じられ、二人は共演 NG になりました。角花代さんについて調べていると、ネット上で認知症の噂が浮上していることが判明しました。どうやら過去に出演したテレビ番組でぼんやりとした姿や表情が乏しい姿が目撃されたことが原因のようです。事実は明らかになっていませんが、年齢的なものも影響しているのではないかと推測されます。角花代さんはうつ病寸前だった時期もあったそうです。というのも、角花代さんは高島忠夫さんの看病に明け暮れた時期があり、自らも体調を崩してしまったそうです。しかし、角花代さんはそんな状態でも献身的に高島忠夫さんの看病を行っていたそうです。高島忠夫さんと角花代さんは1963年に結婚をしています。高島忠夫さんと角花代さんは関西弁で仲の良い夫婦の会話を披露しており、芸能界きってのおしどり夫婦として知られていました。二人は2年間にわたって愛を育み、角花代さんが宝塚を退団する同年に結婚へと至ったそうです。結婚後は夫婦で共演し、仲睦まじい姿を見せていた高島忠夫さんと角花代さんでしたが、2019年6月に高島忠夫さんの訃報が報じられました。長年闘病生活を送っていた高島忠夫さんでしたが、死因は老衰だったそうです。角花代さんは高島忠夫さんのことを心から愛していたようです。角花代さんは心と心でつながっているからと、高島忠夫さんの火葬の際に火葬場には行かなかったそうです。亡くなる2年ほど前から寝たきり状態になり、自宅で介護に当たっていた角花代さんも最近は体調が優れない日が多く、ヘルパーに毎週3人交代で入ってもらっていたそうです。以前テレビ番組で介護鬱になりかけたことを明かした角花代さん、20年以上続いた闘病生活を支え、心身への負担も大きかったことでしょう。高島忠夫さんの最後を看取ったのは角花代さんでした。息子の高島正弘さん、正信さんは仕事の現場から駆けつけるも間に合わず、無言の対面となったそうです。高島忠夫さんは30代に糖尿病と診断され、1998年68歳で重度のうつ病を発症しました。高島忠夫さんの母親も70代でうつ病を患ったそうです。さらにパーキンソン病、2010年には不整脈のため心臓にペースメーカーを取り付ける手術も行いました。2013年にはカスペ独占密着真実の高島ファミリーで壮絶な介護の実態を放送し、日常生活もままならない82歳の夫を81歳の妻が懸命に支えるという老老介護の姿を明らかにして、大きな反響を呼ぶことになりました。自宅での介護を決めたのは角花代さんだったといいます。具合が悪くなるたびに入院はさせていたのですが、ずっと病院にいるのはかわいそうだと言って家での介護を続けてきたそうです。介護スタッフが24時間ついていたそうです。介護鬱になりながらも自宅での老老介護を決断した理由は何だったのでしょうか。高島忠夫さんがこの場所に土地を購入したのは約60年も前のこと。二人にとって世田谷区の閑静な住宅街に構える自宅は、家族の歴史が詰まったかけがえのない大切な場所だったに違いありません。角花代さんは介護体験での様々な経験は財産になったと振り返っています。夫亡き後は大邸宅で一人で暮らしていましたが、さすがに日常生活に不安が出てきたのでしょうか。近年では高島正弘さんはコロナを理由にコミュニケーションを取っていないという情報もあり、
心配されていました。愛着のある自宅を出たということは、須美花代さんの卒親宣言ではないかと見られているそうです。自宅にいると皆が心配しなければならず、申し訳ないとご自身の意向で施設に入られたのだと思われます。夫を最後まで看取り、息子たちに迷惑をかけないで自立するという、まさに昔の女優らしい弱いところを見せない選択。高嶋政宏さんとも没交渉というより、それぞれの家庭を守ることに注力すべきという母心で、あえて連絡もしないのではなかったかと思われます。介護を献身的にこなし、自宅で看取ったのは須美花代さんの努力の賜物です。予算の問題はありますが、ある意味高齢者の自立した生き方とも言えます。施設に入るというと子供が老親を見捨てたと言われがちな今、タカラジェンヌらしい凛とした就活の手本を指し示したとも言えるだろう。高嶋忠夫さんと須美花代さんは現在2人の子供に恵まれていますが、実はある悲しい事件が起きています。高嶋忠夫さんと須美花代さんの第一子として誕生したのは高嶋道夫さんです。つまり3人の息子さんを授かっているのです。1964年に誕生していますが、わずか生後5ヶ月で殺害されてしまうという不幸に見舞われました。どのような事件だったのでしょうか。須美花代さんの長男殺害事件の概要は、深夜に長男を浴槽に沈めて溺死させるという悲惨なものだったそうです。1964年8月24日午前2時40分頃、須美さんご夫婦は仕事だったのか、家を留守にしていました。当時住み込みで働いていた17歳の家政婦から道夫くんがどこにもいないとの連絡があり、ご夫婦はこの家政婦と家の周辺をあちこち探し回ったそうです。家に戻り、お風呂の蓋を開けると浴槽の中に沈められている生後5ヶ月の道夫さんを発見しました。高嶋忠夫さん長男殺害事件の犯人は、当時家政婦として雇われていた未成年の少女でした。捜査を進めていくと、道夫くんがいなくなっていることに最初に気づいた家政婦の少女の、当日夜に窓の外を不審な男が歩いているのを見た、道夫くんが激しく泣いているのを聞いたという証言が疑わしくなっていきました。犯行動機について詳しく見ていきましょう。家政婦の少女はもともと須美花代さん夫妻のファンだったそうです。1963年に地元新潟県の中学を卒業した少女は上京し、墨田区のとある会社に勤めます。同会社にたまたま高嶋家の知人が働いていたことが縁で、1963年の年末から高嶋家の住み込み家政婦として働くことになりました。須美花代さん夫婦はまだ10代の少女をとても可愛がっており、少女は毎日が幸せで夢のようと実質に話していたそうです。ところが1964年に長男の道夫さんが誕生してからというもの、長男へ愛情が移ってしまい、自分は疎遠に扱われるようになったと感じるようになった家政婦。さらに家政婦の不満を募らせる出来事が起こります。長男の誕生に伴い、当時28歳の看護師が専任として高嶋家で働き始めます。高嶋夫妻の愛情が長男と看護師に向いてしまったとで、家政婦は嫉妬の感情を抱くようになりました。犯行の数日前、須美花代さん夫妻は仕事で1ヶ月ほど渡米しました。その際、他の家政婦にはお土産を買ってくると約束したのに、自分には何も言われなかったと思い込んだ17歳の家政婦。また犯行の数日前に風邪をひいた家政婦は道夫さんへの接触を禁止され、これを看護師の嫌がらせだと妄想し、不満や嫉妬が一気に爆発したそうです。怒りの矛先は長男道夫さんへと向けられ、この赤ん坊さえいなければ高嶋夫妻の愛情は私に戻るのではないかと殺害行為に。さらに家政婦は物取りの犯行に見せるため部屋を荒らす偽装工作をしました。家政婦の身勝手な動機で命を奪われた長男の道夫さん、事件の翌日には自宅で通夜が営まれたそうです。通夜の後に開かれた記者会見には、心労が重なり欠席した須美花代さんに代わり、夫の高嶋忠夫さんが一人で臨んでいます。家政婦の少女は当時未成年ながら成人同様に殺人罪で起訴されると、1965年6月東京地裁において懲役3年から5年という
不定期刑を言い渡されました。ただ少女は模範囚だったため、3年後の1968年に仮出所し、1970年には結婚しています。相手の男性は全てを知った上で結婚したと言われています。その後いくつかのメディアに対し、高島さんに詫びる気持ちは生涯変わりません。命日には道代ちゃんの写真の前にお花とかお菓子を添えて深くお詫びしています。これだけは一生欠かしません。道代ちゃん、高島さん、奥様、本当にごめんなさいと語っていたそうです。そんな少女も2023年現在、生きていればすでに78歳になります。可愛い我が子を殺害されてしまうという恐ろしい事件は、その後須美花代さんを苦しめることとなりました。須美花代さんは現在も事件のトラウマで入浴できず、私が一緒に長男といればという思いに苛まれているそうです。悲しい事件を乗り越えて2人の間に誕生したのが次男の高嶋政宏さんでした。次男は俳優やタレント、司会者として活躍をしており、東宝芸能に所属しています。高嶋忠夫さんと須美花代さんにはもう一人息子が誕生しています。三男は俳優の高嶋政宣さんです。これまでにホテルシリーズや臨場シリーズなどの人気作品に出演しており、名バイプレイヤーとして知られています。いかがだったでしょうか。今回は須美花代さんの近況とこれまでの経歴について触れてきました。2021年には高嶋政宣さんの妻が第二子を授かったことが発表され話題になりました。そのことについて須美花代さんは、よかったよかったと心から喜んでいたといいます。2023年2月に91歳となった須美花代さん、これからも健康に留意し元気で素敵な姿を見せてほしいものです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。